蜂の巣をじっくり煮詰めて固めりゃ蜜蝋の完成だ。お、ろうそく？クレヨンやら口紅やら作んのに使うやつな。え、それがエンジンの材料？おほー、めっちゃぐるぐる綺麗に削れちゃうわい。水車の旋盤、つまり回転カッターだ。精密部品はこいつで作る。ろうそくなんて脆い部品で平気なの？ジマで。ああ、1ミリも問題ね。ろうで作った細けい部品を石膏で型取りして溶けた真鍮を流し込む。ああ、ろうの部品まんま使うわけじゃないのね。そりゃそうか。せっかく線香が作った暖炉外しちゃうんだよ。もう春も近いですが、何に使うんでしょう。知らねえよ。線香のやつが欲しいんだとよ。嬉しそうに、こりゃご都合いいじゃねえか。科学は使い回しだとかなんとか言ってたな。言い方も想像つきますね。暖炉を丸ごと自動車に積む。仕組みは単純だ。暖炉で水沸かしゃ熱風が出る。その先に化石、てめえが旋盤で削った部品を取り付けっと、熱風で下に押される。まあポンプの逆だな。その逆ポンプを円盤につなぎゃ押して回って戻る。こいつが首振りエンジンだ。もはや楽しんでるでしょ、千空ちゃんたち。捕まったクロムを全軍で救出するために車を作るという目的は完全に忘れられているな。